ナナプレチャンネル。はい、ナナプレ社長です。ナナプレのヨシです。お願いします。お願いします、本日はナナプレチャンネル番外編です。以前こちらの動画で時計の天敵磁気、こちらに関して皆様にですね、磁気が入るとどうなってしまうのか、そして時計を守るために大事なこと、こちらを時計店として重要なアナウンスをさせていただいたと思います。なのに並べないで事件が発生しました。よしですね、非常に怒ってます。はい、社長何やってんですか。はい、皆様に何があったか説明してください。時計とね、スマホをね、一緒に入れて、気がついたら、はい、時期入ってました。何やってんですか社長、それダメです。はい、今時計ってどんな状態なんですか。まあ、動いてるけど、はい、進んでる。社長、前回の事件の動画見ましたよね。スマホに磁石入ってますよね。時計に近づけたらダメですよね。カバンの中に一緒に入れたらダメですよね。磁気って時計の線的ですよね。社長も完全にアウトです。はい、ダメです。いや、でも聞いて、はい、これさ、今までこう時計、ね、20年ぐらい使ってきて、はい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 、初めてなの。ああ、そうなんですね。はい、初めて磁気入れちゃう。さ、iPhone 新しく買ったやつ、最近、はい、そうですね、で、カバンも買った。ああ、そうなんですね。これ何気なく、はい、時計が邪魔やったから入れちゃって、はいはいはい、ほんで、はい、iPhone 何かのタイミングで入れちゃった。分かる。これ多分こういう行動ってしちゃうかもしれないけど。そうですね、しちゃうかもしれませんね。 iPhone が磁石がたっぷり入ってるんだよね、ここ。そうですね。それヨッシーが言ってたし、そうですね、たんだけど、僕言いましたね、 iPhone には磁石が入ってる。そう、はい、で、これ3回ぐらいおそらくやっていいの。3回もほうほうほう、こうやるときに、はい、ああ、磁石時計ついてる、はいはいはい、で持っちゃいました。わかりました。まあ、社長、とりあえずはもう言い訳はいいので、はい、状態を見せてもらってもいいですか。どうぞ。どうぞ。社長、これタグホイヤーのグランドカルラ、はい、めちゃめちゃ高級時計じゃないですか。何やってるんですか本当に。ね、今これ確か朝の9時に設定して、そう、9時にですよね、はい、で、今の時間は、まあ、僕の時計だと合ってるんですけど、2時、まあ、25分ごろなんですね。社長、この時計の時間、何時か言ってもらっていいですか。2時55分だね。ですね、もう9時に設定して5時間くらいですか。もう30分も進んでるんですよ。1分間に6秒早いよ。いやいや、そう、自慢げにね言うことじゃないですよ。社長、こんな高い時計に磁気入れて、こんな時計として使えない状態したらダメですよ。そうだね、はい、もう絶対ダメです。はい、はい、まあでもぶっちゃけた話、あのヨッシーが作ってくれた動画、はい、あれ見なければ磁気が入ってるって分からんかったん。ああ、そうなんですね。今日はもう皆さんにですね、磁気入ったらダメだよっていういい効果ができることができる。そうですね、まあそうかもしれませんけど、はい、それ以前に、あれを見たんであれば、時に磁気を入れる行為をしてはダメなんですよ、社長。我々専門家として、さっきのね、カバン入れてもらった、見てもらうと分かるけど、はい、意識だから、あ、すげえ、これはやってしまうと。わかりました。改めて思っちゃいました。わかりました。100歩譲って、はい、まあ、こういったことが皆様にも起こり得るかもしれないっていう体で、はい、今回の動画なんですけども、まあ、実際にですね、磁気が入ってしまったこちらのかわいそうな社長の両手、ここの、まあ、どこに入ってしまったのかっていうところと、果たしてこれを抜くことができるのか、はい、こちらをですね、まあ、専用の機械を使って確認してみようと思います。はい、はい、まあ、簡単にですね、抜けてくれればいいんですけど、社長、これもし抜けなかったら修理、大掛かりの修理いますよ。そうなんですよ。もうそうしたらうちの会社でも対応できないので。できないですね。もうどっかお金払って保証使えないですしね。保証も使えない、はい、優勝なしの可能性が非常に高いです。はい、抜けるといいですね。抜けないと嫌です。では実際にちょっとやってみたいと思います。はい、では社長、準備はいいですか。はい、では実際に測ってみたいと思います。こちらが専用機械なんですけど、まずはどこに入っているのかなんですけど、この辺は大丈夫そうですね。あ、ここですね。わかりますか、社長。この数字、急にここ大きくなってますね。なってるね。そうですね。ここにかなりの磁気が今入ってしまってます。この目に見えない、これがですね、今社長の時計に残っている磁気。
すごいね。でもこれで1分間に6秒も速くなるんで。そうですね、本当にもう目に見えなくなって気にしにくいんですけど、もうこういったことでですね、時計が不具合起こしちゃうんですよ。じゃあ実際に時期抜けるかやってみましょうか。はいはい、抜けることを祈ります。はい、では時期抜いてみたいと思います。こちらがですね、まあ、時期を抜く専用のマシンなんですけど、この上ですね、時計をスッスッスッとするだけで、まあ、時期を簡単に抜くことができます。ではやってみます。スッスッスッ、はい、これでですね、この機械抜ける時期は今抜けた状態ですので、では社長と一緒に実際時期がどんだけ抜けたのかチェックしてみたいと思います。はい、じゃあ社長、心の準備はよろしいでしょうか。はい、はい、ではいきます。お、さあどうだ、ここですね。はい、おおおお、これ何や。あ、おめでとうございます。時計の時期、うん、今回抜けましたね。抜けた、抜けましたね。こうやっただけやろ。ね、さすが専用の機械、すごいですね。綺麗に抜けました、うん。まあ、本当は、ね、この後に、まあ、数日間動作確認をした上で確認した方がいいんですけど、うんうん、今現状時期は綺麗に抜けました。ね、ぶっちゃけあのカバンの中入れてね、何万取られるってなると、うん、へこんよね。まあ僕的にはね、社長のへこんだ顔見たかったんですけど、まあ、今回はまあ良かったですかね。無事時期は抜けることができました。この動画も撮れたしね。そうですね、うん、はい。はい、では今回ですね、実際に時期の入ってしまった社長の腕時計を確認してみたんですけど、はい、社長、よかったですね、抜けて。よかったね。まあ、今回本当に抜けてよかったんですけども、すべての時計がですね、うん、こんなうまく抜けるとは限りません。なので、皆さんもですね、ご注意ください。本当に世の中は今、時期に溢れています。再度お伝えします。時期は時計の天敵です。ですよ、社長。はい。はい。大切にですね、長くお使いいただくために、皆さんもくれぐれもご注意してほしいなと思います。ちょっとした意識だけで時計を守ることができますので。でもね、本当にいい実験できたね。そうですね、あのぶっちゃけあの動画見てなかったら俺もっと続けてたと思う、うんうん、で、うん、やっぱりこの環境の変化、 iPhone が磁石入ったりとか、あと、まあ、変な話カバンを買うとか、うん、そういうのも生活のリズムを変わってしまうときに、もうふとしたときに気づいちゃうときはあったけど、まあ3回目で気づいたらダメですね。まあなんかだとダメなんですよ、じゃあ。はい、なので今回の動画も踏まえて、過去にも時期について皆様に注意してほしいこと動画上げてますので、そちらもぜひ見てみてください。ではナナプレでした。ありがとうございます。